実家でのお風呂の入り方の2パターンを今日は紹介していきます。ぜひ皆さん参考にしてください。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、お風呂の入り方、お家でのお風呂の入り方をやっていこうと思います。怪我をして車椅子になって、お家の方のお風呂は改装してません。基本的には、洗い場にねマットを敷いて体を洗うっていう方法なんですけども、じゃあそこからどうやって車椅子に戻るのかっていうのを動画を撮ったので、床からの戻り方っていうのをまず見ていただきたいのと、あとは福岡のお家では、床に座る距離っていうのがちょっとお風呂の作り的にはなかったので、シャワーチェアを準備しました。じゃあそのシャワーチェアにどうやって乗り移って、どうやって体を洗ってて、どうやって戻ってるのかっていうのも動画に撮ってみたので、改装しなくてもこういう風なやり方を覚えればできるんだよっていうことをちょっと、まあ、状態的なものにもよりますが、私レベルくらい、私より下の方々であればきっとできるので、なかなか改装するのが大変だっていう方は参考にしてみてほしいのと、ホテルの入り方でね、結構チャレンジャーな入り方を私動画でする時もありますけど、いろんな出先でももしかしたら使えるやり方かもしれないので、ぜひ皆さん見て、あ、こんなやり方もあるんだなっていうのを知ってほしいです。じゃあまず床からの乗り方どうぞ。はい、じゃあ床に座ってお風呂に入る方法をお伝えしていきます。まずこのマットはですね、基本的に親に敷いてもらってます。で、形勢を使ってこんな風に足をピーンと伸ばして、ズリズリズリとズリズリズリと降りていきます。それで調剤になっていきますね。で、その後はまずは車椅子を脱衣所に出して、少し前に出て扉を閉めていきます。次、じゃあ全部終わって車椅子に戻る方法をお伝えしていきますね。扉を開けて、車椅子を脱衣所から出して、本当はこの時にバスタオルを敷くんですけど、ちょっと今回準備し忘れたので、ここで体を拭いてバスタオルを車椅子に敷いてというのをやっています。で、その後に体育座りの状態を作っていきます。形勢が強いので簡単にこの体育座りになるっていうのも難しいんですが、まあ、お風呂上がりだと体が温まっているのもあって、体育座りちょっとだけねしやすくなっていきます。で、こんな感じでもうみちみちに体育座りしていきますね。で、いい感じで膝が立つ位置を探して、バランスが取れる場所が見つかったなと思ったら、バスタブの縁と車椅子のクッションを掴んでプッシュアップしてお風呂の縁に座っていきます。この時はそんなになんか後ろに落ちそうっていう感覚も特にはありません。で、登っちゃうと左足が絶対形勢入るんですよ。まっすぐピーンとした形勢が入るんですが、まあ、これを一生懸命膝が曲がるように直していったりもしますが、どうしても曲がってくれない時っていうのもあるので、もうそういう時はこんな感じで諦めます。曲げるのを諦めて、このまま右足にちょっと体重乗せながら車椅子に戻っていくという感じですね。こういう時にちょっと柔らかいクッションだと私はずり落ちちゃうことがあるので、スティムライトに変えてからはよりやりやすく車椅子に戻れるようになったなと個人的には思います。で、このままバックしてお風呂終わりです。はい、こんな感じで床から乗り移ってます。大変そうなんですが、意外と慣れてしまえばやりやすいやり方なんですよね。これをやる前はずっと床トラ、本当にもう直角乗りっていうんですか、をやってたんですけど、そっちの方が大変でした。でも今やってる方法だとそんなに力を使わずに、しっかり足をまず自分の軸ポジションというんですか、軸になるポジションに足を持ってくることによって結構ひょいっと上がったりもします。ただこれが主観の人とかだとどうなるかがちょっと私はわからないので、私の場合はこういう風に形勢持ちだとできるっていうのをお伝えしました。では次、シャワーチェアでの入り方どうぞ。は
はい、ではシャワーチェアでのお風呂に入る方法をやっていきます。足元大切なので足元カメラもつけていきますね。この作りってだいたい賃貸のお風呂だとよくある作りだと思うので、ぜひ参考にしてほしいです。まずは普通にこんな風にシャワーチェアに取り移っていきます。でやっぱり形勢が私はすごい出ちゃうので、いちいち足を整えないと次の行動ができますね。で、まずは椅子を、車椅子をですね、脱衣所の方に出していきます。で、この時に扉がですね、この位置にシャワーチェアがあると閉めれないんですよ。なのでこんな感じで、いろんなところを持ちながら前に椅子を動かして、でその後に洗いやすい位置にバックして、体を洗っていくっていう流れになっていきます。お風呂の手すりはですね、もともと賃貸でついていた手すりになります。じゃあ次、お風呂上がるときはまた扉を開けないといけないので、開けれる位置までこうやってシャワーチェアを動かしてやっていきます。で、また車椅子に乗りやすい位置にシャワーチェアを動かしたら、車椅子を脱衣所から持ってきます。で、ここでまずバスタオルを敷いていきますね。私はですね、敷くタオルと敷くタオルを別々にしているんですね。で、体を拭き終わったら、この時の戻る位置の足の位置っていうのはめちゃくちゃ大切なんですよ。近すぎてもダメだし、遠すぎてもダメだしっていうので、位置をしっかり決めていきます。で、手すりを持って、右手で引き上げて、左手でプッシュアップしていくっていう感じで乗っていきますね。今回は靴下だからちょっと滑るんですけど、もうちょっと安定して乗り移ることができます。はい、こんな感じでシャワーチェア、福岡の場合はですね、入っています。ちょっとシャワーチェアがね、大きかったんですよ、頼んじゃったやつ。なので、場所が取って、ちょっと車椅子も近づけにくいっていうのはあるんですけど、もう慣れてしまえば全然苦ではないなというふうに思います。ただ、私は洗うとしたら、調剤の方がなんか隅々まで綺麗に洗えてるなっていうのは個人的な感想です。ということで今回は2パターンのね、お風呂の入り方、お家でのお風呂の入り方をご紹介しました。参考になったでしょうか。はい、ということで、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。